昨日練習本当に4ヶ月ぶりぐらいに対人の練習やったんですけど、僕は昨日のフィーリング的には悪くない感じで、今日の試合出るかどうか分かんなかったんですけど、でもアンデルヒトっていうことで正直出たかった、コンディション上げるのも出たかったんで、プレー自体どうこうっていうよりかはとりあえず今日プレーできたこと、怪我なくできたこと良かったと思います。やっぱり同じ日本人がいるっていう中で、そういう面でやっぱり馴染みやすいところありますけど、他の外国人選手とももうすでに今日試合でめちゃくちゃコミュニケーションやっぱり取るし、いろんな選手と話すし、すごくもう溶け込めてるなって感じはありますんで、あと本当に自分のコンディションを上げていくだけだと思うんで、今のところすごく順調だと思います。